ニキビダニは、節足動物モンバサミカクアモンクモツナダニモクケダニ、アモク、ニキビダニカニキビダニ属に属する動物である。講義には、ニキビダニカに属するダニ類の総称。ニキビダニカは、ニキビダニ属、デモデックス一属のみからなるトガで、哺乳類の皮膚の様々な分泌腺に寄生する。すべての種の哺乳類に、 特異的に主文化したニキビダニが寄生していると考えられており、しかも人で2種のニキビダニが異なる部位に寄生するように、皮膚の上の異なる種類の分泌腺ごとに種分化が起きていることもあるため、少なくとも5チさサ以上の種が存在すると考えられている。種として毛包部に寄生するため、毛包虫とも呼ばれる。人では特に顔面で筆線が発達しており、 顔における、寄生密度が高いので、顔谷とも俗称され、学名を金書きしたデモデクスの名でも呼ばれることがある。人体では、毛包の皮脂腺の同幹部が開口している部分か、それより浅い部分には、体長、約290マイクロメートルのニキビダニ D、フォーリクローラムが、しばしば6から8個体の群を成して、皮脂腺内部には、体長、 約200マイクロメートルのコニキビダニ D ブレビスが単独で寄生する。ニキビダニの餌は、毛包状皮細胞で、コニキビダニの場合は、皮脂腺の細胞であると考えられている。副腎皮質ステロイド剤を顔面に外用したり、免疫不全を生じる疾患にかかると、著しい過剰増殖が起こり、皮脂を形成するに至ることがあると言われている。 動物の模包内にも発症することが知られている。卵から幼虫、第一ワカムシ、第二ワカムシを経て、合計3回の脱皮で成虫になる。それぞれの期間は、卵が60時間、幼虫が36時間、第一ワカムシが72時間、第二ワカムシが60時間、成虫の寿命が120時間となり、産卵から死ぬまでの寿命は、 約14日ほどと推定されている。しかし、これは、抗生物質を添加した皮脂を与えて飼育した時の各ステージの期間をつなぎ合わせた期間で、寿命はこれより長くなる可能性も指摘されている。完全な人工環境下で生活史を再現した飼育研究はまだ知られていない。ニキビの内部から多数検出されることがあるが、 必ずしもニキビに寄生するわけではなく、健康な皮膚から普通に検出される。一い多数個体のニキビダニがニキビに寄生していた場合、そうした寄生密度の高さがニキビをもたらしたのか、ニキビダニ密度の上昇に先行するニキビを引き起こす何らかの病変が寄生密度の高さをもたらしたのかを検証することは困難である。なお、 生まれたばかりの新生児には寄生していないが、親が抱いたり皮膚に触れた時に感染する。この時感染に預かるのは、毛穴の外に出て、周囲を徘徊する行動を示す。第二はカムシのステージのものと考えられている。こうして、ニキビダニは、幼児から高齢者まで広くその寄生が見られるが、コニキビダニの場合、 幼児から若者にかけての若年者ではあまり規制が見られないという報告もある。汗の季節に気になるニキビ原因は、顔のダニかも。ヘルスアップ、日経スタイル。日経スタイル、日本経済新聞社、日経 BP 社。2020年9月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年9月11日閲覧。ルーフリー T、マ,マグルる Y。 ザヘアファリカルマイツデモデックスフォーリクローラムデモデックスブレビスバイオロジーメディカルイムポータンス A レビューダーマトロジカ19811621から11プミド6453029毛包中小犬みんなの動物病気大百科アニコム損害保険株式会社2020年9月11日時点のオリジナルより アーカイブ、2020年9月11日閲覧、ありがとうございます。